オトラントは、イギリスの客船。第一次世界大戦において、仮想巡洋艦として、コロネル沖海戦に参加。その後、軍隊輸送船に転用されたが両船との衝突により沈没し、乗船将兵ら400人以上が死亡する連合国側では、最大級の戦時海難事故を起こした。なお、後に2代目の同盟船オトラントが建造された。戦時中の、 オトラントの戦例、オトラントは、総トン数12,124トンの中型客船である。オリエント機船会社が保有し、イギリスとオーストラリアをパナマ運河経由で結ぶ定期航路に就航していた。1914年8月に第一次世界大戦が勃発すると、オトラントは、同じオリエント機船所属のオトウェイ、オービエとオラマと共に徴用を受け、 仮想巡洋艦に改装された。当時のイギリス海軍は、大型客船について、仮想巡洋艦に使うには大きすぎて、燃費も悪く不適切と評価して、軍隊輸送船や、病院船として使用し、仮想巡洋艦には、本船のような中型客船を充当する、方針であった。仮想巡洋艦、オトラントは、クリストファー・クラドック少将の船体に配属され、南米沖で、 東洋艦隊に対する迎撃任務に投入された。1914年11月1日のコロネル沖海戦でクラドック戦隊は主力の装甲巡洋艦2隻を失って壊滅したが武装が弱く速力が遅い、オトランとは直接戦闘には加わらず戦場を離脱して生き残った。その後も南米沖で通商保護のために行動し、1917年4月17日に コーン岬沖でドイツの武装反戦、ゼアドラーと遭遇したが悪天候のため捕捉できなかった。第一次世界大戦末期にオトラントは軍隊輸送船に転用された。1918年10月頃、オトラントはアメリカのニューヨークからイギリスのリバプールへ向かう5艘船団 HX50 に加入した。HX50 船団は輸送船13隻からなり、 そのうち、オトラント、カシミールなど客船6隻は、西部戦線に向かうアメリカ陸軍将兵5000人を分譲させた軍隊輸送船で、オトラントには、兵隊要員689人が乗船していた。オトラントのダビッドソン船長が、船団司令官を務めていた。HX50 船団は、アイリッシュ海に接近する2日前からノームに包まれ、視界不良で、 変速後方ができずに正確な位置を把握できないまま、二列渋滞を組んで、ノース海峡西方に差し掛かった。右渋滞戦闘を行く、オトラントの戦断司令官、ダビッドソン船長は、アイルランド東北岸に衝突する危険があると判断し、発行信号と旗流信号で戦断に、左15度の変身を命じた。しかし、左渋滞戦闘の軍隊輸送船、カシミールは、 船長の5人で逆に右15度に変身し、船首からオトラントの左舷チューブに衝突した。オトラントの船体は完全に2つに分断され、船首側も船尾側も8分間以内で沈没した。オトラントが発信した遭難信号を受け、護衛の駆逐艦が駆けつけて救助活動を行ったが、乗船将兵689人。 乗員100人のうち431人が死亡した。本船の沈没事故は、1917年2月のメンディーの衝突事故と並び、第1次世界大戦、第二次世界大戦を通じて連合国側で最大級の戦時海難事故であった。オトラントとカシミールの衝突事故に関するカテゴリー、ありがとうございます。